皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。今回の森谷ドラムスクール YouTube 校は初めてのゲストをお招きしてます。京都のライブハウスグローリーの京平さんです。おはようございます。京平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、まあ、今回は京平さんとの、はい、まあ、チャンネルコラボということで、はい、僕も京平さんのチャンネルにご出演させていただいております。京平さんのチャンネルや、動画は概要欄に貼ってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、幻のこれですよね。あ、そうそうそう、以前ね、小牧くんとここでこう撮影したんですけど、まあ、それはお蔵入りになって、はい、ってことはじゃあ1本目になるんですか。そうですね、コラボ初めての初コラ ボ、初コラボ。よかった、小牧のおかげで撮影いただきました。1位をね、ありがとうございます。ということで、まあ、今回京平さんに一体何を聞くかというとなんですけど、はいはい、まあ、僕の生徒さんって結構初心者の方が多くて、バンドを組んでない人が結構多かったりするんですよ、うん、ライブ見に行ったりとかライブハウスに出たりとかっていうようなことがやっぱ極端に少なかったりするので、はい、だからそのライブハウスって一体どんなところ、まあ、何をするところ、ライブハウスに出るにはまあどうすればいいのかっていうのを、まあ、今回こう京平さんにお聞きできればなと思ってます。はい、そもそもライブハウスっていうところって一体何をするところなんでしょう。うん、まあ、確かにやっぱそのライブハウスに行ったことない人ってちょっと怖いイメージとか、そうですね、まあ、危ないとか、うんうん、まあ、よくわからないとかっていうなんかこう謎の印象は多いと思います。そうですね。で、なんていうんですかね、まあ一概にはやっぱ言えないですけど、うん、まあ、ここがいいところもありますまあそうでしょうね、危ない日もありますし、まあライブハウスって本当に、まあ簡単に言えばやっぱバンドとかが演奏してて、まあ音楽、生演奏が聴けるところ、生ライブが見れるところっていうのはざっくり。でも本当ライブハウスっていうのはいろんなジャンルが出てるんで、可愛い感じのこう誰でも見れる、お子さんも見れるような感じから、ちょっとやっぱ大人向けのアグレッシブな日まであるんで、まあそこに関してはこう一概にいいとこですよ、皆さん来てくださいよではないかなっていうのはあるんですね。なるほどね。なんでやっぱ事前に調べることっていうのは大事だと思います。見に行く時、まあ事前に調べたりとかライブの情報っていうのはどこで知れるんですか、ライブハウスっていうの。まあ基本的にはホームページが絶対にありますし、で最近だったらツイッターもあります。でもやっぱさっきも言ったように、そのライブハウスにライブを見に行くというよりは、このバンドとか、まあ例えば友達が出るとか、その特定の人を見に行くためにライブハウスに行くっていうパターンの方がまあ 99% ぐらいで最近は。なのでだからライブハウスのホームページを見るのもいいんですけど、まずはやっぱ自分が見に行きたいアーティストのホームページだったりツイッターとか、まあ、例えばですけど森谷くんのドラム叩いてるのを生で見たいっていう時には森谷くんのツイッターを見たり、森谷くんのホームページを見たらいついつどこどこでライブしますよっていうの書いてあるんで、そこのライブハウスに行くっていうのがまあいいかなと思います。なるほどですね。例えばこう仕事帰りとか学校帰りにこうフラッとこう居酒屋に行くようなノリで、はい、行ってもいい場所なんですか、ライブハウスっていうのは。ライブハウスっていう括りの中では、うん、行ってもいい場所もあると思うんですけど、うんうんうん、正直言うとうちはあんまり適してないし、まあ、グローリーってライブハウス京都でやってるんですけど、グローリーとか、まあ、その同じようなバンドが出てるところは、うん、やっぱホームページを見て、うんうん、このバンドを見に行くっていうところが多いんで、うんうん、ただやっぱライブハウスっていう中では、うん、例えば毎日セッションをやってるライブハウスだったりとか、うんうん、あと箱番がいて、なんかこうある一定のアーティストのカバーをずっとやってるライブハウスもありますし、本当にもうその毎日こうお酒を飲むためだけの音楽をやってるようなライブハウスもあるんで、まあそういうライブハウスだったらフラッと行ってもいいのかなと思います。まあその経営というかライブハウスによって変わるということですね。そうですね、まあ、形態的に、うん、まあ、事前に調べていくのがもう一番ベストということですね。そうですね、まあ、言えばね、そういうフラッと行けるようなライブハウスっていうのを知っていくべき、うん、なるほどですね、はいはい、で見に行く人が気になるところがあると思うんですけど、はい、ライブハウスのドリンクって結構高いんじゃないですか。はい、大阪の西成とかやったらこうドリンクが50円とかで買えたりとかするんですけど、自動販売機なんですけど、ライブハウスって今いくらするんですか、ドリンク。うちはワンドリンク、うん、その最初の入場は600円ですね。なんかそれってなぜ600円という、 こう値段なんですか。簡単に説明すると、うん、やっぱライブハウスって経営するのにすごいお金がかかるんですよ、うんうん、その機材を買ったり、あと防音設備を作ったり、多分このスタジオとかもそうなんですけども、うん、こう本当うん千万のレベルでお金がかかってて、でそれをちょっとずつ回収していかなきゃいけないっていうところに、そのチケット代っていうところと、あとドリンク代っていうこの2種類の売り上げを作ることによって回収するっていうシステムで、でこのチケット代の方はもちろんライブハウスがもらう分もあるんですけど、アーティストとか、あの、まあ、出てくれたバンドに返す分
とかも含まれてるんですね、チケット代っていうのは。ドリンク代っていうのはライブハウスが売り上げをもらっていい売り上げなので、うん、ここで結構売り上げを確保してるっていうのはまあ一つ大きなポイントではあるんですね。高い理由っていうのはそういうことですかね、うんうん、なるほどですね、うんうん、まあ、高い理由ってでも正直もっとその高いバーとかでしたね、うんうん、ビール1杯800円とかそういうところもありますんで、うんうん、場所代も含まれてるような感じですよね。それこそそう、ね、おしゃれなバーに行ったら、まあ、ビール800円ぐらいするところもあるし、うん、まあ、それはもう雰囲気代というか、そうそう、ね、っていうこともあったりとかもね、すると思いますし、船の上とか自販機高いじゃないですか。あ、そうですね、船のフェリーとか乗ったらね、ジュース300円とかっていうの、高いですよね。まあ、でもあれはやっぱそのもちろん そこで飲むっていうその空気もありますし、うんうん、やっぱ船の上にまでこうドリンクを持っていくっていうところでのこう作業量だったりとか、うんうんうん、まあ、いろんな理由があって300円になってるんで、うんうん、まあ、一概にそれが300円が嫌やったら買わなきゃいいしっていう感じですけど、うんうんうん、まあ、ライブハウスに関しては、うん、あの居酒屋のお通しみたいな感じで、うんうんうん、まあ、入る人は最初の一杯だけはちょっと絶対に払ってください、うんうん、まあ、そこからは任意なんでね、うんうんうん、一杯飲めばいいし、お酒が高いから飲まないっていう人でもいいですし、うん、飲みたいと思ったら飲んでいただいていいって感じですね、うん、なるほどですね、はい、ありがとうございます、まあ、イベントごとにもよるかもしれないんですけど、はい、途中で出たりとか、はい、途中で帰ったりしてもいいもんなんですか、コンビニ。あ、まあ、イベントにもよるとは思いますし、うんうん、まあ、一応原則グローリーは再入場禁止ですとは言ってるんですけど、うんうん、でも大丈夫なんですよ。ああ、なるほど。これまあ建前上言ってて、一応その本当にこう出入りが激しくなると、うん、うちって住宅街にあるんですよね。なるほどね。でそこでそのちょっと外で騒いだりすると、うん、苦情が来たり、うん、でうちは住宅街なんですけど、結構他のライブハウスで繁華街にあっても、うん、ちょっと前でたまられると隣の店から苦情が来たりとか、ね、まあ、イメージが良くないんで、うん、あんまりこうライブハウスの前でたまってほしくないっていうのがあるんですよ、うんうんうん、なので、まあ、別に出入りする時はこのスタッフさんに、うん、今日はちょっと一回出たいんですけどって言ったら、うん、多分ほぼほぼ OK の日が多いですね。あ、なるほどね、はい。まあでもね、こう周りに迷惑かかるのがやっぱ一番良くないですからね。こうイベント自体が中止になる可能性もあったりとかもするし、そうですね、ライブハウスもね、こうもしかしたらそれが積み重なると閉店とかになる可能性もありますもんね。そうですね。で、あとまあこう表立って再入場いいですよって言えない理由がもう一つあって、やっぱライブハウスって、うん、そう、さっき言ったように、うん、じゃあ森谷くんのバンドを見に来た人、うん、来ました、うん、で森谷くんのバンドだけ見て帰ってもらわれるとちょっとまあ嫌なんですよね、うんうん、まあ、やっぱり絶対その森谷くんの前のバンド後のバンドっていうのも、うん、まあ、よかったら見てってよっていうのがライブハウスの、うん、まあ、こう姿勢として必要なので、うんうん、だからこうなるべく最初から最後まで見てね、まあでも絶対じゃないよみたいな。なるほどね。ふんわりしてる感じですね、はい、そこはね。こうライブ見に行った時、まあ、例えばイベントとかで、まあ、4バンド5バンド、あの長ければ8バンドぐらい出てるイベントとかもあったりするじゃないですか、はい、そういう時ってなんか立ちっぱなしが結構きついっていう声って結構あると思うんですけど、うんうんうん、なんか座ってみたりとかすることって可能なんですか、そういう時って。あ、うん、まあ、それも本当ライブハウスの設備というか、うん、その広さにもよりますよね、うんうんうん、その椅子が置けるスペースがあるかとか、うんうんうん、うちも一応普段は置いてるんですけど、うんうん、ただお客さんがいっぱい入るときはちょっと椅子を邪魔やからどけたりしたりもしますし、うんうん、まあ、その時はまあ例えば再入場の話じゃないですけど、まあ、ちょっと休憩をしに行くっていうのもありなんですか。そうですね、うんうん、まあそれをしていただくしかやっぱスペースの問題がありますんで、うん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 、原則としてはやっぱ僕ら界隈のライブハウスっていうのは、うん、オールスタンディングっていうのがまあ基本原則としてあって、うんうん、あの指定席があったりとか、うんうんうん、椅子が用意されてるホールとか、まあ、カフェとかもそうですよね、うん、とかに比べると基本的に原則オールスタンディング、うん、まあ、立ち飲み屋とかと一緒で、うん、まあ、椅子がないっていうのは原則として思ってほしいかなって思います、ね、だそういう意味では、うん、若者向けなのかもしれないですよね。あ、そうですね、うん、年を追うごとに立っとくのしんどくなるんで、うん、腰が爆発しますから見てるとだからなるべくまあこっちもその座ったりとかっていうスペースを確保しつつも、うん、まあ、原則はやっぱオールスタンディング、うん、まあ、立ち見ですよっていうところですね、うん、なるほどですね、はいはい、では最後にですね、はい、まあ、ライブハウスからその見に来る人へ何かこうメッセージはあったりしますか。あ、その初めて見に来る人、初めて見に来る人、まあ、見に来たい人、まあ、どうしていいか分からない人みたいな、うんうん、そういう人に。なるほど、なるほど、はい、まあ、最初に、まあ、やっぱ調べてきてほしいっていう話はしたんですけど、うん、ライブハウスってすごいこうテレビとか、うん、まあ、例えば大手のこう遊園地とか映画館とかってこうみんなが知ってるっていうところよりも、うん、こう
そのコミュニティだけが知って楽しいっていうところに喜びがあると思うので、まあ簡単に言うとその知れば知るほど楽しくなるんですよ。森谷くんを例に言えば、森谷くんのことを知ってるから森谷くんのライブを見るっていうのはすごい楽しくなるし、次も見に行きたいとか、でも森谷くんが例えば次のバンドすごいいいよって言ってくれて見たらすごい良かったから次のバンドもライブ見に行こうみたいな、こうどんどんこう知れば知るほど楽しいことが起きると思いますし、初めてはねすごいちょっとハードルがあると思います。もうそれは仕方ないです、僕も認識してます。そうですね、なんで最初はちょっとハードルを頑張って超えていただけると、そこに独特の楽しみがあるし、そうですね、多分ライブハウスに来たことない人の方が多いと思うんですよ、あの全人口で言えば。でもライブハウスに来たことある人の方がその楽しみを知ってるんで、ぜひそこにね楽しみを見出してほしいなと思います。はいはい、はい、そういうことですね。まあ実は2本立てでやらせてもらおうと思ってまして、はい、次の動画は、ライブハウスに出演するためにはどうすればいいかっていうのをいろいろお聞きしたいと思いますので。わかりました、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、1本目はこの辺でお会いしたいと思います、はい、僕の方にもね、はい、森谷くん出てます。はい、そちらの方もぜひチェックしてください、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、グローリーの恭平さんでした、はい、ありがとうございました。